お年玉。どうもんちゃ、白黒です。明けましておめでとうございます。ということでね、今日この動画多分投稿できているのが1月の1日お正月ですね、元日になってるかなと思います。で、まあ高3生はね、前の動画でも言った通り勉強してほしいんですけど、受験生じゃない人、高3とか中3とかじゃない人っていうのはまあね、ちょっと心落ち着けて、むしろあんまり話す機会ないと思うので、なんだかんだ言って家族とお話ししてですね、なんというのかな、交流を深めてもらったらいいかなと思います。で、まあおめでたいのかな、おめでたいですよね。おめでたい1、2年になるようにということで、まあ僕も願ってます。まあ今年はね、いろんなことがありました。今年はというか去年かな、この動画収録時点では今年で、多分投稿してる時では去年になってると思いますけど、まあいろんなことがありました。いいこと悪いこといろんなことありましたけど、まあね、僕は、来年もできるだけ頑張っていこうと思います。はい、そんなお正月なんですけど、ですね、僕から皆さんに実はお年玉があります。まあお年玉とはいえね、現金を渡すわけにはいかないので、まあ動画をね1本プレゼントしたいと思います。で、よかったらなんですけど、僕のプレゼントを受け取ってください。で、プレゼント動画の内容はなんですけど、僕が久米原さんに聞いた、頭脳王でどういう勉強をしてあそこまで頭が良くなったのかっていうことですね。まあ久米原さんね、もうものすごく頭いいというか、いろんなことを知ってらっしゃるというか、本当に知識は豊かな方です。で、そんな久米原さんなんですけど、あんなに頭脳王で回答できるほど記憶力がいいって、なんでそんなにたくさんのことを覚えられるんですかっていうことを聞いたんですね。で、それに対して久米原さんが10分くらい語ってくれた動画を作りましたので、それを皆さんにプレゼントさせてください。ただなんですけど、このプレゼントは、この動画チャンネルをチャンネル登録してくれている方限定にしたいと思います。まあ普通にアップロードしたらね、なんていうのかな、普段の動画と同じみたいになっちゃって、で、せっかく久米原さんから貴重な情報を聞いたのに、まあ普通に上げちゃったらちょっともったいないので、チャンネル登録している方で、あるいは今チャンネル登録してないけれども、この動画を見てチャンネル登録したよという方にはこれをプレゼントしたいと思います。久米原さんに聞いた記憶術ですね。で、このプレゼントの受け取り方なんですけど、動画概要欄の URL クリックしてください。で、そこをクリックしてもらうと登録フォームに飛びます。動画概要欄の URL ですね、動画概要欄の URL をクリックしてもらったらですね、登録フォームに飛びます。で、そこに、メールアドレスと、まあ、チャンネル登録しましたよということを書いてくれたらですね、動画を1本プレゼントします。久米原さんに聞いた記憶術ですね。で、もうこれ10分ぐらいもうひたすら語ってくれて、で、しかもあ、そういうことなのかということで、僕も非常にためになりました。で、まあ皆さん知ってると思うんですけど、復習がね、いかに大事かっていうことで、その復習がいかに大事かっていうことなんですけど、まあここまで徹底して具体的にやった方がいいのかっていうことをね、話してくれましたし、復習をするということで、まあ、頭脳でも戦えるほどの頭脳を手に振ることができるということでね、非常に楽しかったです。僕も収録して楽しかったし、まあ、ぜひ皆さんに見てほしいんですね。なので、この動画、まあ、この動画チャンネルですか、この動画チャンネルをチャンネル登録してくれている方にこちらの動画プレゼントします。久米原さんに聞いた記憶術ということでね、プレゼントしますので、よかったらこの動画チャンネル登録してください。まあ、この動画というか、僕の持ってるね、チャンネルをチャンネル登録してくれたら嬉しいです。はい。まあ、すでにね、チャンネル登録してるよっていう方は、すぐに URL、クリックしてください。動画概要欄の URL クリックしてもらったら登録フォームに飛ぶので、そちらの方で、まあ、これをくださいというふうにしてくれたらいいと思います。はい。ということで、今年も1年頑張っていきましょう。今年も1年頑張っていきましょう。特に高3はね、受験が控えてます。で、浪人生も控えてると思います。で、浪人したから分かるんですけど、僕も浪人したから分かるんですけど、浪人生きついですよ。浪人生きついですから今年決めましょう。で、高2以下もですね、やっぱり志望大学行くっていうことを考えると、今のうちから勉強しといた方がいいと思います。なので、こういう知識を手に入れてですね、ぜひ一緒に合格をつかみ取りに行きましょう。ということで、今回はね、プレゼント企画ということで動画1本用意しました。よかったらこのプレゼントもらってください。今回の動画、これで以上です。ご視聴ありがとうございました。今回のね、この久米原さんに聞いた頭脳でも勝てるような記憶の方法についての動画をもらうためには、
動画概要欄の URL クリックして、そこのクリックした先は僕の公式サイトになってます。でそこに、記入事項ですね、メールアドレスと、登録しましたよということを書いてくれたらですねお送りするので、よかったら気軽にというかもらってください。ぜひこれは手に取った方がいいと思います。こういうものをね持ってるということは非常にいいと思う。こういう知識を持ってるって非常に強いので、ぜひ、僕の動画をチャンネル登録してですね、動画チャンネルをチャンネル登録してですね、このプレゼントをもらってください。ということで今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。